はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、今回はね、こちらです。12月のね、買ってきた本なんですけれども、まあ、その毎回やってるね、冊数を出すやつですね。まあ、いわゆる記録でやってるやつなんですけれども。まあ、でもね、12月ってね、82冊しか買ってないんですよね。なんか100冊以下になるのは、この7月だったっけ ぐらいから始めて、初めてのことなんです。先にちょっと言っとくと、12月3日にね、僕58冊買ってます。その後ね、12月29なんですよね。で、12冊しか買ってません。で、まあ、その間に、一回、芥川賞と直木賞の本を全部買ってます。 ま、十冊なんですけどね。一冊だけ新庄が買ったんだけどね、発想がもうされなくて、取引なくなっちゃったんですよね。だからね、新庄だけで買えませんでしたけどね。まあ、図書館で読みましたけどね。ま、あ全部足すと八十二冊ということですね。百冊切ったかと思うね。でもね、もう2021年は、個人的にはね、もう月に百冊前後で、一年間で千冊ぐらいにとどめようと思うんですね。 2020年は2500冊買いました。そんだけ買っても読めないんだったら意味ないでしょうとか言う人いるんですけど、意味なんかないんですよね。もうね、買うだけ。買うのが楽しいんだもん。ね、買うそのものが楽しいから、もう別にいいや。 って思ってます、僕は。<laughs> ま、理由のね、一つとしては、もう置く場所がないっていうことなんですよ。また、動画出そうと思いますけど、この部屋ね、もう7000冊以上本あるんですよ。で、そのね、全部数えようかと思ってるんです。数えようっていうか、その目録作ろうと思うんですね。自分が何を持ってるかね。あの、わかんない時あるんで、エクセルで目録作ろうと思うんです。で、その動画もね、また、あの、出そうと思います。読書ノートみたいなもんですよ。 読書ノートってさ、まあ昔僕よくつけてましたよ実は。大学の時と大学院の時は、僕ね、読書ノートつけてて、まあちっちゃいね、手のひらサイズぐらいのさノートってあるでしょ。あそこに何読んだかみたいな全部記録してましたね。あと、 大学院だったら僕あの心理学の大学院行ってましたけど、その時に心理学系の本は全部普通のね、ノートサイズあるでしょ。大学ノート普通の。あれに全部書いてた。それもまた動画出そうと思うわ。で20冊ぐらいあるもん。読書ノート。心理学だけの。だからもう大学院の時はもうそれを作るのが大好きでね。大学院ってもう勉強ばっかりなんですよ。実際にね、実習とか。 行っていろんな施設に僕あの実習行きましたけど、やっぱ勉強しなきゃいけないんですよね。勉強っていうのはもう本読むことですよ。基本的には。まあ、知識を入れないといけないから。だからあの、本当に本ばっかり読んでた。大学院の時は。今はね、本当にね、読めてないですよ。 あの、芥川賞直ー賞で僕全広報を読むっていうのやってるけど、読書のリハビリみたいな本ですよ。今ね、本ね、買ってはいます。月に100冊買ってるのに読んでるのね、数冊とかですから、 もうひどいでしょ。ひどいけど、まあ僕の趣味だから。仕方ないんですよね、それはね。そういう人間もいるということで。だからね、今後もしかしたら読書の方に重きを置きたいですね、正直。岩波文庫も大量に買ってはいるけど、そういうのを読んでって書評動画増やそうかなって思ったりしますね。 ああ2021年ね、なんかすごい年にしたいな、個人的には。登録者とかね、再生数は、それは増えたら嬉しいと思うけど、そこはあんまりね、こだわってないんですよね。自分が楽しいかどうかでしょ。もうどっちがしかないと思うんだよね。 YouTube って。みんなね、YouTuber になりたいとか言ってね、小学生の職業ランキング1位とか2位とかなるじゃないですか。でもね、YouTube って、自分が楽しいけど伸びないっていうチャンネルとさ、自分は楽しくないけど伸びるようなチャンネルを作ろうって言って、作るっていう、どっちかじゃないかな。YouTube で伸ばそうと思えば、結構ゲームチャンネルとかで、ゆっくり動画とか作ると伸びたりすると思うんですよね。あと、その辺のニュースとかをね、 取り上げると。ね、ニュースなんか毎日のように入ってくるから、それをずっと取り上げて面白おかしくするみたいなチャンネルだったら伸びると思うんです。まあ、検索率も上がるから。でもそれって楽しいかっていうことなのね。お金もらえるからやるって言って。 で、あの、楽しくないっていうのは普通の仕事で一緒やんと僕は思ったりするんだよね。もちろん自由業だから、そこでお金もらえるっていうのは普通のサラリーマンにならなくていいから、それはそれで、まあメリットはもちろんあると思うんですけど、僕の YouTube っていうのは自分が楽しいかどうかなんだよね。そこに重きを置いてるのよ。 まあ基本は本の話をしますよ、もちろんね。僕も本はもう大好きで、純文学が大好きですけど、エンダメもやっぱりちょっとやりたいよね。この前本屋大賞のノミネートを発表されましたけど。 僕はあの、十作品全部読むっていうのはしないですよ、本屋大賞は。本屋大賞は別に嫌いじゃないけどね、僕ちょっと合わないような気がするんですよ。だからね、そこも難しいでしょ。あの、全部好きな人っていんのかな本のジャンル。純文学も私好きだし、直木賞も好きだし、本屋大賞も好きだしと。 ね、言う人、いるのかなと思って、さあちょびちょびで読む人はいるかもしれないよ。芥川賞って言っても、蹴りたい背中とか、コンビニ人間とか、売れてるやつとかは読むかもしれないけど、全部読む人で、そして本屋大賞全部読む人で、直木賞も全部読む人で、例えばライトノベルもめちゃくちゃ読む人、みたいな人っていんのかなすべてのジャンルが大好きです、みたいな人いたら、すごいよね。あの僕ね、一時期、紅白歌合戦が、 好きで、ずっと見てるんですよ、ここ5年ぐらい。で、紅白歌合戦っていろんなね、人出てくるじゃないですか。今売れてるね、J-POP の人とか、委員会の人だっているわけじゃないですか。今年売れなくても、何年も前の歌じゃねえか、これ、みたいな歌もあるでしょまあ、津軽海峡冬景色なんかだいぶ前の歌だけど、毎年のように入るみたいなさ、あるじゃないですか。あと、EXILE とか、アイドルとかね。 なんかいろんなジャンルのね、歌が選ばれると思うんですけど、その全てを楽しめる人っていんのかなって思うんです。演歌大好きだけとかいうの人はいると思うんだよ。アイドル大好きとかさ、アニソン大好きみたいな人はいると思うけど、紅白の全てのね、べての歌大好きなんです、私と。全て歌えるんです、みたいな人がいたら、紅白を100%じゃなくてもっとね、500%ぐらい楽しめるでしょその人は。そういう人ってすごいなーって思って、 一時期ね、僕ね、あの、そういうのになりたいと思って、紅白も、まあ、候補作じゃないけど、発表されるんですよ。今年は何があるかっていうのは12月に発表されるんですよね。で、全部歌をね、聴いてね、その選ばれた歌を、本番まで全部耳に慣れさせるっていうのをね、チャレンジしたことあるんですよ。で、ダメでしたね。あの、やっぱり合わない歌あるね。<laughs> <laughs> 僕演歌とかは好きなんだけど、なんかやっぱアイドルソングとかね、なんかちょっと合わないんですよね。うん、だからそれはできなかったね。だから小説だってやっぱりジャンルがあるじゃないですか。ミステリーとか SF とかね。 時代小説。すべて大好きですと。まんべんなく読んでますと。1ジャンル500冊以上読んでます。みたいな人いたらさ、僕尊敬するもんねあ。僕ミステリーと純文学はだいぶ読んでますよ。結構詳しいですよ。ナウキショウ系はあんまり読んでないですね。エンダム小説。ライトノベルは初期の電撃文庫とかはよく読んでたけど、今のライトノベルもわかんないし、ジャンルがありますね。僕にも好き嫌いのね。うーん、それは仕方ないのかな。でもね、ブックオフは行くよ。 そこが一つの娯楽施設みたいなもんですよ。僕にとっては、ブックオフはユニバーサルスタジオジャパンよりね、ユニバーより楽しい場所。ね。東京ディズニーランドより楽しい場所だと思って安く住むしね。あの、ブックオフばっか使うなとかおっしゃる方はいらっしゃいますけどね。僕だって新刊も買ってますからね。新刊でしか買えない本は新刊で買うし、ブックオフで買える本はブックオフで買うの。僕だってお金がないから貧乏だからね。そこら辺ね、工夫ですよ。生活の工夫みたいなもんですよ。隣のスーパーだったら、 じゃがいも10円安いとかあるじゃないですか。そういう工夫でね、僕はちょっとブックオフ行くんですけどね。これ最後に言いますが、僕はあのストックあるんです。動画のストックの面もあるんだよね。購入本紹介で8月以降とかにね、去年の8月以降とかに買った本の購入本紹介の動画ってまだ出してないのあるんですよ。8月ですよ。もう半年も過ぎてるじゃねえかみたいな、そういうのあるから、それ動画で出したいんだよね。 いや、本当にストック、さっき潰さんとなぁと思ってね、もしかしたらですよ、もしかしたらストックね、購入本紹介の動画ばっかり出す期間もあるかもしれないね。もうどんどん溜まる一方だから。それね、やっぱり動画として撮ってんだから、 出さないともったいないですからね。そういう期間もあってもよかろうもんと思ってちょっと出そうと思います。はい。そんなところですね。もうこんだけ本買ってる YouTuber いないからね。うん。いないかな。僕のライバルみたいな現れないかな。私月に500冊買っていますみたいな。僕100冊なのにみたいな。ライバル出てきたらいいな世の中にはいろんな人いるからね。僕たちが本当に思わないぐらいの想像できないぐらいの人っているんですよ。 だから、僕以上の人なんか山ほどいると思うから、そういう人みんな YouTube やってほしいわ。僕はそう思う。そういう YouTube を見たくて、僕は YouTube やってるみたいなもんだからね。うん。まあそんなところです。はい。また2月になったら、1月の購入本のね、殺数のこの動画出そうと思いますんでね。広告期待ということで。まあ今回は終わりです。高評価、コメント、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。では,では、つかちゃんでした。バイバイ。